ビはダメだな。当たらないよ。今度は親だ。ええ。よし、もう一度だ。ええ。坊や、一人で遊んでるのかい？うん。何当ててるんだい？棒だよ。この近くに泊まるとこあるかな。あまさん、つえな。今夜、俺んち泊まんなよ。え？泊めてくれるかい？自分でやりますから。あのね、これ一つよかったらどうぞ。はい、あ、どうもすいません。姉さん、チャイに行かないの？チェイちゃん、だるまさん当てるの上手なの。え、だるまさんが当てるとこあるんですか？ええ、だるま当てるとね、飴がもらえるんです。じゃあ、一つ作ってってもらおうかな。
坊や。センちゃんのお父様なんです。へえ。元はれっきとした橋を見回り役、今は源蔵一家の用心棒。あ、橋見回り役のお役人が何でまた博打の用心棒なんぞになったんでございます。つまらない、つまらない。まあ、まあ飲めよ。酒買ってくれよ。お酒なんて自分をごまかすだけじゃない。私はあんたの何なのよ。だから、いつも言ってるじゃないか。俺と一緒にこの町を。誰が一緒になってくれって言った？ね、見てよこれ。もう一月も同じ着物着てんのよ。あんた何も買ってくれないじゃない。酒買ってくるよ。全部か。へい。こっち来て寝ろ。それはよかったな。200両の元手をたった2日間で300両にするなんてな、下津屋さん、あんたも運が強いね。非常にみんな親分さんのおかげです。とんでもない、とんでもない。それじゃあ約束の200両。ありがとうございます。
明後日までには間違いなくお返しいたしますから。分かってるよ。で、証文は？おいおい、俺とあんたの仲だぜ、そんな水くせえことを。でも、これはしきたりでございますから。えらい。さすがだよ。その家庭ところが下助さんを支えていなさんで。そうね。それじゃあまあ、あんたの気の済むように。ではどうぞ。そうかい。それじゃあまあ、借用書、金200両。あ、そうだ。米相場の取引はあさってに済むんだったね。はい。ちょうどいいや。俺もあさっては宵の口から大きな賭場が立つんで金がいるんだよ。すまないが、期限は暮れ持つまでと。書いててくれるかい。そりゃもう間違いなく。で、型は？おいおい。俺は怒るぜ、そんなことを言うと。でもこれは。いや、分かったよ、もう。まあ、お前さんの好きなように書いといておくれよ。では、型として、下付け屋の土地と建物。それと看板娘のおはるちゃんと添えて、書いといたらどうだい。え？いや、シャレだよ、シャレ。下付け屋はおはるちゃんでもつってね。おはるちゃんの方が土地や建物よりよっぽど値打ちがあるよ。幸せだね、あんたは。いい娘さん持って。ありがとうございます。では、娘おはると。これで中澤さんも、おはるが手に入る。罪なお人だ。何を申すか。お主こそ下付屋を取り壊し更地にして売り飛ばす所存であろうが、あの場所はこの町でも目抜きの一等地だ。こううまくいくとはな、やめられませんね。鉄次郎をはめた時と同じ手口だ。あの堅物、あてがった女がイチコロだった。ただいま、お約束の石高、確かにお納めさせていただきました。ご見分のほど。うん。係の者から確かに報告を受けておる。では早速、代金を払って使わすぞ。はあ。300両だったな。あら、いちさんまでこんなところで。いちさん、お客様なんですから、お部屋の方に運びます。でも、私はこういうところで食べるのが大好きなんでございますね。どうもすいません。ただいま。お帰りなさい。おはる、ちょっとこっちおいで。おはる、何でも買ってやるぞ。どうしたの、富くじでも当たったの。いいから何でも好きなもの言ってごらん。本当に買ってくれんの？ああ、買ってやると思う。旦那かんざし。かんざし？もっと高いものでもいいんだよ。夢みたいじゃない。夢じゃないんだよ。え、これ。ほら。これは大菓子さん。聞きましたぜ、下付屋さん。これが夜泣きしてるんですってね。まさか。いやー、何もかも。こちらの親分さんのおかげでございます。親分さんいらっしゃるでしょうね。ん、ちょっと出かけてるが。そうですか。では恐れ入りますが、これ親分さんへ。何ですかよ、これは。お借りした200両でございます。
ご冗談を。そんな大金とても怖くて預かれませんよ。しかし、何、親分はじきに帰ってきなさらな。おかえりなさいし。親分さん。ああ、どうしたい。お借りした200両お返しいたします。200両、ええ、あ、そうかい。まあ入んねえ。すまなかったな。待ったんだって。本当にすまなかった。はい、いえ、早速ですがこの度はありがとうございました。おかげさまで。ああ、よかったよかった。これはお借りしました200両とこちらは利息。これはほんの気持ちだけでございますが。いや、いいんだよいいんだよ。こんな心づけはしなくったって。いいえ、本来ならもっと差し上げなきゃいけないんですが。じゃあもらっとこうか。では引き換えに証文の方を。忘れてた。親分さん、この金は受け取れねえよ。え？だってここにクレムツまでと書いてあるじゃねえか。しかし、この字はお前さんが書いたんだろ。はい。だったら期限までに金が返せなかったんだから証文通り型は流れたってわけだ。だから下漬屋さんの土地も建物も、おっと、看板娘のおはるちゃんもこっちに渡してもらおうか。親分さん、ご冗談を。冗談？おい、クレムスの金は確かになったぜ。なったな。えい。なったな。えい。なったな。なったな。へっ、確かに。この金は持って帰りな。その代わりにうちと娘はもらうぜ。いかさまだ。いたんだ。何をなさいます。これは持って帰れ。これをもらったんじゃ俺は泥棒にされちゃうんで。お願いでございます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 。いいですよ、いちさんもそんなこと。手伝いしたことないし。おかえりなさい。あ、おかえりなさい。どうしたの。あいよ。カンタシ買ってきてくれたの。綺麗ね。ありがとう、とっつぁん。
おいみんな、今日は思う存分飲んでくれ。どうしたどうした、しらけたすらしてねえで、パーッと派手にやんねえかよ。派手にやんなよ。これというのも、中澤様あればこそだよ。止まったも止まったも。ほら、しろ、中澤様におしゃくしねえで。ごめんなさい。すみません。どうぞ。おやぶ。おやぶ、おやぶ、おはるが参りました。おはるが？中澤さん、いよいよ呪節到来。拙者は狙ったものは必ず手に入れるわ。おはるはどこだ？おはるはどこだと聞いておる。あっち。なんだそのガキャ。お姉ちゃんは博打しに来たんだ。おはるが博打を？うん。お前親分だろ。まあな。売られた喧嘩は買わなきゃ。おはるはどこだいガキ。誰だいてめえは。親分さんでございますか。どうもお初にお目にかかりますでございます。てめえあんまか。何の前で、今日から私がこのお春さんの後見人になったんでございます。何だと、あんまのてめえが後見人。てめえのでけえ口叩きやって。私はただのあんまじゃございません。はい。若い頃に皆さん方のような方にも随分いじめられたんでございます。はい。もう泣きましたね。涙を出すっていうと目によくねえって聞いたもんでございますから、こんなものをいじり始めまして。はい。ずいぶん明るいドアですね。こんなに明るいって言うとサイコロが振りにくいんじゃございませんか。何を。おめえ、ざっと。どう、吉でございます。なんだいなんだいなんだい。言ったんだったらかい。だったら花からそう言ってくれればよかったんだ。何の座興だよなおい。おるさんのお父っつぁんが親分さんに取られた証文がねえってと、どうでも三つの川は足らねえって言って、もう悲しい顔をしてゆんべあっしの夢枕に立ったもんでございますから。わったと、わった。だからどうしちゃってんだよ。えでございますから、私の方はお春さんの体、親分さんの方は改めて証文出していただいて、親分さんと私と差しで勝負をさせてやっておくんなさいましな。いや、そいつは困ったな。もうちょっと早く来てくれればなんとかしたもん。いつは、これはもう落とし前がついちまってんで。へえ、へえ、それはよく分かってるんだからね。へえ、私こうやって頭を下げて頼んでるんでございます。へえ。それとも何でございますか。
私がこれだけ頼んでも聞いちゃおくんなさいませんかね。そいつは面白いや。一度差しで勝負していなかったんだ。おめえさんほどの人と差しで勝負ができるとは都政冥利に尽きるって言うんだ。おい、支度しろ。好きな目を取ってくんねえ。はい。おじゃあ。しよう。じゃあ、ハンだ。俺はハンだぜ。けなすって。まだサイコロの目は何が出てます？四と。どうやら足の勝ちですね。どうだすがれだお今日はね、しっかりいい行事になっちまったわけな感じくださいね。あのね、いやまあ、いつはなこの町、いつはなこの町へ来たらもう知らせてくれりゃよかったんだよ、いつは。まあ、ざけざけ。一つでも二つでも、ゆっくり、わらじ脱いでちゃったのよ。何を言ったんだ、親分さん。そりゃいけないぞ。そりゃいけませんよ。こんな悪いところへ悪い。またまた。悪いことしてるから、そうだぞ。こんなところへ毎晩毎晩まずい酒と、まずい女抱かされたりには、私はほんとそれこそ、もう目が間違ってて、これいらねえわけだ。ああ、帰りに行ってたよ。ねえ。いや、おやぶさん、あのね、気悪くしないでくんなさい。これは、あっしが言ってるんじゃろう。酒が今知ってるんでございます。これ一つ勘弁してやった。よっしゃい！わざわざ行きましょうかね。ね。あんまり長くいるってとこ、皆さんに嫌われる。へい、どう？あ、そっちのところに行きたいの。へい、どう？ああ、どうもひでえ酒だったね。これじゃ、これはね。この子、今日、これ飲めねえ、もう。はい、どう？どこだ？ええ。てめえら！親分が馬鹿にされてるのがそんなにおかしいか！てめえも笑ったら。いえ、あっしは何も。笑うんだろう！てめえも笑ったんだろう！いいか？あれだけ酒で殺しときゃ後は楽だ。叩き殺せ！叩き殺せ！気をつけてくださいね。へい、どうも。ワールさん、今夜月は出てるんですか？
気は出てないみたいです。あのせがれがちょっと提灯を消しておくんなさいな。切られたら私、私あんた、どっちが切られても構わねえや。座頭市が切られればよし、鉄次郎が切られてもまたよし、どっちか一人が切られればそれで手間が省けるって言うんだ。うちの若いもんはみんな死んだ。死んだ。先生、なんで手を出さなかったんで。無駄飯食わしてもらう何のためだと思ってやんね。え、座頭市は俺が切る。そう言ってくれりゃいいんだよ、最初から。百両だ。え？奴には目はないが口があるんで、広い世間で何をしゃべるかな。面白いや。おめえさんが本当にやるんだったら、百両でもいくらでも。くれてやら。よかろその百両、奴を切った後でもらいに来る。千之助も座頭市も生きている。俺も今夜限り
今までの自分と別れる。お前とも。小籔もえげつねえや。千之助ってガキの体を押さえてこいってんだけどな。そりゃそうよ。あの先生が雑魚市を切って戻ったらガキを押さえといて百両の金は渡さねえって腹だからな。つまりあの先生命を張って雑魚市を切り殺してもただ働きってわけだ。誰で私よ。ごめんなさいね、わがままばっかり言って。今日のあんた本当に本当に見直しちゃった。二度惚れしちゃった。あんたは私を引っ叩いてねえ、怒ってるの？私は連れてってもらえないんでしょう。センちゃん連れて行くんでしょう。いいわね、親子って。志乃、どうした？心配してくれるの？嬉しい。志乃。センちゃん、しの、しの、何をするんだ！その辺叩こんどけ。え、すのせおい。てめえ土足で何だってんだ。せがれをどこやった。死んでいったぞ。
それがどうして。父上、千之助、雪深い湯宿に午前の三味音が流れる。一と村人たちはその三味の音色に心が和む。美しい午前に恋する男、その二人を襲う旅の渡世人。
一は御前のために渡世人の前に立ちふさがる。浅岡瑠璃子をゲストに迎えた次回座頭一物語神獣アイヤ節にご期待ください。